耳袋、缶の位置。佐渡の海は特に波が荒い。鳥居何がしが恵比寿港の番所役を務めていた頃の話である。あるよ、当地の浜辺に住まいしていた者が船を引き上げる掛け声を聞いた。夜中に何事かと不審に思いながら浜へ出てみると、そのような様子は全くなかった。翌日の夜も同じことがあった。さらにその翌日も同じ声が聞こえたため、再度出かけてみたところ、声の下あたりに転覆した船が流れ着いていた。驚いて人を呼び集め引き起こしたところ、鍋、釜の類は沈んだらしく見当たらなかったが、箱、桶の類は船中に残っており、それに海部村の村名などが書かれていた。これは先日行方不明になった例の船に違いない。急ぎその村へ知らせをやり、人を呼んで確認させたところ、果たしてその通りだったとのことである。この船は相川の町へ薪を積載して向かい、戻る途中に鷲崎の沖で強風にあって行方知れずとなった。自然と乗組員の霊気が残って、あのような掛け声を発したのだろう。海辺ではこういうことが時々あるとのことである。耳袋、缶の2。天明2年の夏の初めの話。浅草新し橋の付近に住んでいた町娘が、武家だったものか町屋だったものか、ある男と結婚の約束をしながら囲われ者のようにして親元に預けられていた。やがて一子を出産したのだが、産後の肥立ちが悪く、子供を近所の知り合いに預けたまま養生を続けていたものの、病状は芳しくなかった。ある夕暮れのことである。里親が預かった子供を寝かしつけていたところ、門口に佇み、微笑んで会釈する娘の姿に気がついた。ああ、よく来なさった。里親は娘を招き入れ、子供を抱きかかえて差し出した。まあ、大きくなったこと。娘は愛児を抱き取り、いつまでも愛おしそうに見つめていた。こんなに可愛いお前を捨てて別れなければならないなんて。里親夫婦ははっと気がついた。そういえばこの娘は大病だと聞いていたのに。すでに日はとっぷりと暮れ、室内はすっかり暗くなって、人の形も定かではなくなっていた。行灯に日が入ると、娘は子供を里親に返し、くれぐれもよろしくお願いいたしますと挨拶をして、里親の家を去った。その翌日、親元から里親夫婦のもとに、娘が昨夜亡くなったとの知らせが届いた。こう思う恩愛が母を現世になさしめたのであろう。哀れなことだ、と同町の医師田原氏が語った。宇治周囲物語31巻より。今は昔、皇太子を警備する立ち履きたちの詰め所に普段出入りして魚を売る女がいた。なかなか味の良いので、もっぱらひいきにしてこの魚を日々の惣菜としていた。干した魚を小切れにしたものであった。秋8月頃、この立ち履きたちが鷹狩りに出て遊んでいると、この魚売りの女がやってくる。
立ちはき立ち、この女の顔を見知っているので、何をしているんだと思い駆け寄ってみると、この女、大きな籠と一本の木の枝を持っている。籠の中を見ようとすると、女は見せようとしない。怪しんで籠を奪い取り、中を見ると、なんと蛇を10センチ余りに切って入れてある。これを何にしようというのだ、と質問するが、女は答えず、ただ立ち尽くしている。なんとこの女は木の枝で藪をつつき、出てくる蛇を殺し、それを切り刻み家に持ち帰り、塩漬けにして干して、これを売っていたというわけなんだ。立ち吐きたちはこれを蛇とも知らず、もっぱら食べていたのだった。このことを考えてみるに、蛇を食べるのは体に良くないと言われるので、どうして蛇を食って毒にならなかったのだろう。その姿がはっきりしないようなものをうかつに買って食うものではない、というのがこの教訓である。つれづれ草第87段より、下僕に酒を飲ませる際には細心の注意を払わなくてはならない。宇治に住んでいたある男は愚覚坊という、ちょっとは名の知れた寄捨て人と義兄弟の関係だった。なのでよく酒盛りをして親睦を深めた。いつものように酒をやって愚覚坊を迎えに行かせた。愚覚坊は、この先道のりは長い、まずは一杯と言い、馬を引く男に酒を飲ませた。男は出された酒を次々とこぼしながら飲みまくった。太くて長い刀を腰から下げ、勇敢に歩く男の姿を見て、愚覚坊は頼もしいことなぁと心強く思いながら連れ歩いていた。伏見の山道まで進むと、奈良法師が武装した兵隊を連れて歩いていた。泥酔状態の男は何を血迷ったのか、おいこら、待て、日の暮れた参道を歩く怪しい者め、と言い刀を抜いた。すると相手も刀を抜き、矢を向けてきた。愚覚坊はとっさに危機を察知し、どうかご無礼をお許しください。この男は酒によって前後不覚なのです。私が頭を下げます。この通りです。と命乞いをしたので、兵士たちは去っていった。出鼻をくじかれた男は、何を言っているのだ。俺は酔ってはいない。狼藉者を成敗して名を轟かす予定が狂った。抜いた刀の槍どころに困ったものよ。と逆上して刀を振り回しながら愚覚坊を切ってしまった。そして男は、山賊が出た、と怒鳴った。何事が起きたのか、と飛び出してきた野次馬たちに向かって、男は、俺が山賊だ、と叫んで走り回り、刀を振り回し暴れた。村人は大勢で取り囲んで抑え込み、男を縛り上げた。血まみれになった馬だけが宇治の大通りを疾走していたので、愚覚坊を迎えにやらせた男は狼狽した。大男たちを現地に急行させると、口なし腹で愚覚坊がうなっており、大急ぎで助けた。かなり危ない命拾いだったが、腰の傷が深く、不自由な生活を余儀なくされた。耳袋より一夜の幻。佐助という男が働き盛りの頃、深川へ行った。その帰路の途中、中町の遊郭に立ち寄った。そこで女を取って
2階の部屋で遊んでいたが、夜更けになって下の階から念仏を唱える声が聞こえてきて、やがてはしごを登る音が聞こえたかと思うと、サスケが寝る部屋の障子越しに廊下を誰かが通る物音がする。サスケは不審に思って障子を少し開けて隙間から覗けば、髪を振り乱して両手を血に染めた女が廊下を行ったり来たりしている。恐ろしくなったので布団へ戻ってヨギを頭からかぶり震えていた。そのうち障子の外が静かになったので、横に寝ていた遊女に先ほどの恐ろしい体験を話したところ、遊女は言った。やはりそうでしたか。この家には昔大勢の師匠を抱えていた親方がいたのですが、そのうちの一人が病気の身で一日客を取れば10日伏せるという始末。親方はそれを理由にその女に罰を加えていました。しかし親方の妻は慈悲の心があって、たびたび、この子は病気の身なのですからやめておくんなさいと諌めて旦那の罰を思いとどまらせておりました。ある時旦那はひどく怒り散らしていて、病身の義女を殴ったり蹴ったりし始めました。妻は見るに見かねてそれを止めようと割って入ったところ、親方は小刀を抜いて妻に切りかかってきました。日頃から奥さんにかばってもらっていた義女はそれを止めようと必死に素手で刀を受けたところ、指が残らず切り落とされてしまったそうです。そして遊女はその傷が元で亡くなってしまいました。その後彼女の亡霊があの通り出るようになり、そのため客足が途絶えるようになったというわけなのです。翌日夜明けにサスケはひまごいをして家に帰った。後日同じところを通りかかったが、かの茶店は跡形もなくなくなっていたという。仁和寺の奉仕の花、つれづれ草第53段より。仁和寺の子供が奉仕になるので、お祝いの酒宴が設けられた。それに参加したある奉仕、あまりに酔っ払って経に乗り、傍らに置いてあった足がなえ青銅の鍋を手に取ると、鼻が引っかかるような気がするにも構わず鼻を押しつぶしてえんやとばかりに頭にかぶっちまった。それで踊り出したからみんな大喜びでやんやの歓声だ。しばらく待って、やれやれ、さあ足がなえを抜こうかとしたら全く抜けない。しばらく一人でジタバタしてみるも、足がなえが頭から抜けなくなってしまった。主演が一斉に冷めて、みんなどうしたもんかと慌てふためく。とにかく無理にでも抜こうとしてみたが、首の周りの皮膚が破けて血が流れ、腫れに腫れ上がり、息すら苦しそうになったので、今度は足がなえを割ろうとしたが、簡単には割れない。音が響いて苦しそうなので、割ることも諦め、医師のところへ連れて行くことにした。三つ足の角の上に片びらをかけ、手を引き、杖をつかせて、医師のところへ向かうと、道行く人がなんだなんだと怪しんでみる。医師が何か聞いても声はくぐもって聞こえず、手の打ちようもない。こんな症例は本にも書いてなけりゃ聞いたこともない。とうとう医師もさじを投げたので、すごすご仁和寺に戻ってとりあえず横にならせておいた。そのうち僧の母や親しい者が集まって枕元で泣き悲しんでみたが、果たして聞こえているのかどうかもわからない。こんな時ある人が言った。たとえ耳鼻そげ落ちようとも、命さえあれば生きていける。ただ力のばかりに引きに引いて引き抜いてしまおう。もうそれしか手もなさそうなので、足がなえと首の間にわらしべを詰め込んで、
首もちぎれんばかりに引いたら、耳鼻駆け落ちたが、なんとか抜けた。命ばかりは助かり、胞子はしばらく寝込んでいたそうである。伊勢の国からの鬼、つれづれ草第50弾。王朝1311年のこと。3月の頃、伊勢の方から女が鬼に化け、京に来たという知らせがあった。それから20日ぐらい経つと、人々が鬼を見に行くと言ってやじ馬になった。昨日の鬼は西園寺に出没したとか、今日はあそこになどと噂だけが一人歩きした。確かに鬼を見たという人もなく、出まかせだという人もない。身分の高い人もそうではない人も、皆が鬼の話ばかりでキリがない。その頃、東山から阿呉院の近くに出かけたところ、市場通りから上の方の住民が皆北を目指して走っていた。一条室町に鬼がいるとわめき散らしている。今出川あたりから見渡してみると、皇帝が祭りを見物する板張りの席のあたりには人が通る隙間もなく、にぎわいごった返していた。ここまでの騒ぎになるなら全く根拠のない話でもないだろうと人を使わして見に行かせると、一人も鬼と会った人がいない。日暮れまで大騒ぎをし、しまいには殴り合いまで勃発してアホらしくもあった。この頃、至るところで病気が蔓延し、患者は2、3日寝込んだ。あの鬼の空ごとはこの伝染病の前触れだったという人もいた。妖怪の住む家、今昔物語巻の27-31。今は昔、最初三好の清貫という人がいた。世間で前最初というのはこの人のことである。また醸造大徳、数々の霊剣で著名な比叡山の僧、大徳は継承の父でもある。万のことに通じた立派な人である。陰陽道をも極めていた。ところで五条堀川のあたりに荒れた古い家があった。悪霊が出る家だとされて人が住まなくなって長年経っていた。前妻匠は自分の家がなかったので、この家を買い取り良き日を選んで移転しようとしたが、親戚がこのことを聞いて、わざわざ悪霊の出る家に移転するなど極めて馬鹿げたことだと止めたが、前妻匠は聞き入れず、10月20日頃の吉日を選んで移ったが、普通の移転のようではなく、鳥の刻午後6時頃に前妻匠は車に乗り、畳1枚ばかりを持たせてその家に行った。行き着いてみると、5軒（柱と柱の間が1軒で、間口の柱が6本、柱間が5つある構造の建物の神殿がある。家屋の状態はいつ建てたのかもわからないほど荒れている。庭には大きな松、楓、桜、常盤木などが生えている。いずれも老木で、小玉でも住んでいるように見える。木々には紅葉したツタがまとわりついている。庭は苔むしていて、いつ吐いたのかわからない。最初は神殿に上がって、中央の端隠しの間の瞳を上げさせて中を見ると、障子は破れかかり、皆傷んでしまっている。鼻血出の方の板敷きを吹かせて、持ってきた畳を中の間に敷き、火を灯させて、最初はその畳の上に南向きに座り、
車は車宿りに引き入れさせて、雑色や牛飼いなどに明朝やってくるようにと命じて返してしまった。最小はただ一人南向きに眠っていたが、真夜中になるかと思われる頃、天井の格子の上で何かコソコソと音がするので見上げてみると、格子の一マスごとに顔が見えた。それらはいずれも違う顔である。最小はそれを見ても騒ぐことなく平然としている。その顔は一度に皆消えてしまった。またしばらくすると、南のひさしの間の板敷きを身の丈一尺ばかりの者が馬に乗って西から東に向かって四五十人ばかりが通ってゆく。最小はそれを見ても騒ぐことなく平然としていた。またしばらくすると塗り米の戸を三尺ばかり引き開けて女がいざり出てきた。板毛三尺ばかりで木肌色の着物を着ている。髪が肩にかかった様子は大層上品で清らかである。香の香りは絵も言えず香ばしく、麝香の香りに包まれている。赤色の扇で顔を隠しているが、その上に見える額は白くて清らかである。ぬか髪が曲線を描いている様子、切れ長の目で流し目にこちらを見つめている様子は怪しいほどに美しい。鼻や口はどれほど美しいだろうと思わせる。最小が脇目も振らず見つめていると、しばらく座っていた後、いざりながら帰ろうとして扇を顔から離したが、見えたものは鼻は大きく目立っていて色は赤い。口の脇には四五寸ばかりの銀で作ったような牙が食い違って生えている。なんと恐ろしいものかと見ていると、塗り米に入って戸を閉めた。最小はそれにも騒ぐことなく座っていると、有明の月が大変明るい中、木の茂みの暗い庭から、浅黄色の紙下を着た翁が、平に書いた踏みばさみに踏みを刺して、目の上に捧げて平伏して、膝端のもとに寄ってきてひざまずいた。すると最小は大きな声で、そこの翁、何を申すというのか、と尋ねると、翁はしわがれた小さな声で、私が長年住んでおります家にこうしていらっしゃいますので、大層困ったことになったと思いまして、それを申し上げようと思いまして参ったのでございます。と答えた。それを聞いて最小は、お前の訴えは全く正しくないぞ。それは人の家を所有するには正当な手続きを経てできるものなのだ。それなのにお前は人が前の者から正しく受け継いだ住むべきところを、その人を脅かして住まわせず強引に住み着いているのは実に非道な振る舞いである。誠の鬼神というものは道理を知っていて曲がったことをしないからこそ恐ろしいのだ。お前はきっと天の罰を被るであろう。これは他でもない。年を経た狐が住み着いて人を驚かしているのだろう。妖犬の一匹でもおれば皆食い殺させてやるのだがな。どうだ、言い分があるのならはっきりと申せ。と言った。すると翁は、仰せになることはもっともなことで、弁解の余地はございません。ただ、昔から住み着いているところですので、その事情を申し上げました。人を脅かすようなことをしたのは、この翁の仕業ではございません。それは一人二人いる子供らが止めるのも聞かず、勝手にいたしたことでございます。今となってはこうしてあなたがおいでになられたので、私たちはどうすればいいのでしょうか。世間には空いている土地もありませんので、移るところもございません。ただ、大学寮の南門の東の脇に空き地がございます。お許しいただければ、そのところへ移っていこうかと思いますが、いかがでしょうか。と答えた。
宰相は、それは誠に良いことだ。速やかに一族を引き連れてそこへ移るが良い。と言った。すると翁が大声で返事をすると同時に、四五十人ばかりの人が一斉に答えた。夜が明けると、宰相の家の者たちが迎えに来たので、宰相は家に帰り、その後、この家を改装して普通の状態で移転した。そうしてずっと住んでいたが、全く恐ろしいことなどなかった。されば賢明で知恵のある人には、たとえ鬼であっても悪いことも起こさないものである。思慮なく愚かな人が鬼のためにたぶらかされるものである。と、ナム語り伝えたるとや。百鬼夜行と透明人間。今昔物語、巻の16、32。今は昔、これはいつの時代であったかは定かではないが、都に下っ端の若侍がいた。常日頃、六角堂に参詣し、熱心に信心をしていた。ある年の大晦日、夜になって所用ができ、知人のもとに出かけて行ったのだが、夜更けて家に帰ろうと一条堀川の戻り橋を渡って西に行こうとしていた。すると西の方角から多くの人々が火を灯してこちらに向かってくる。高貴な方がお通りになるのだろうと考え、この男橋の下に急ぎ降りて姿を隠した。その一団がやってきて、橋の上を東の方向へ通り過ぎるのを見上げていると、なんとこれは人ではなく、恐ろしい形相をした鬼どもが行進してゆくのだった。一つ目や角を生やしたの、あるいは何本もの手があるもの、さらには一つ足でぴょんぴょん跳ねるやつまでいる。男、これを見て生きる心地もせず、あっけに取られていると、鬼の一団がまさに通り過ぎようとするその時、最後の鬼が、ここに人影があるぞ、と気づいた。そのようなものは見えないが、すぐに捕まえて引き連れて来い、と別の鬼が言う。もうダメだ、と男は観念していると、一人の鬼が走ってやってきて、男をわしづかみにして橋の上に引き上げた。鬼どもの相談するに、この男は大して重い罪を犯したわけではない、許してやろう、ということになり、四五人ばかりの鬼が男に唾を吐きかけて、そのまま過ぎていってしまった。その後、この男を殺されずに済んだのを喜び、気持ちは動転し、頭はガンガン痛むものの、はよ家に帰って、このことを嫁さんに話したろ、と、家路を急いだ。家に着いてみると、妻も子供もこの男を見るのだが、話しかけようとしない。また男が話しかけても返事をしようとしない。男が不審に思い近くに寄ってみるが、そばにいてもいるように思わない。この時、はっと気づいた。そうや、鬼の奴がわてに唾かけよってに、わての体は見えになってしもうたんや。そう気づくと情けなくなってくる。自分には人が元のように見えているし、人の言うこともすべて聞こえている。ところが人には自分の姿は見えず、声も聞こえていない。だから人が置いた食べ物を取って食べても気がつかない。こうして夜が明けた。妻子は、ゆうべお父さんは人に殺されたに違いない、と嘆き合っている。こうして日にちが過ぎていったが、いかんしようもない。それで男は六角堂に詣でおこもりをして、観音様、わてを助けてくださいませ。長年わては願をかけてお参りを欠かしたことはおまへん。
そのお印に、どうぞわてを元のようにみんなに見える体にしておくんなはれ、と祈って、山老の人々の食べ物や托鉢の飯などを取って食っていたが、そばの人々は全く気がつかない。こうして十四日ばかり経って、夜に寝ていると、明け方の夢にご本尊の帳のあたりから、高貴な僧が現れ、男の傍らに立ち、次のように告げた。お前、朝になったら速やかにここを出て、初めて出会った者の言うことに従うのだぞ。と、このように言ったと思うと、夢は覚めた。夜が明けて堂を出ると、その門の脇に、牛飼いの下男が、大きな恐ろしげな牛を引いて行くのに出会った。その牛飼い、男を見ると、そこのお前さん、わしについてきな、という。男はこれを聞くと、わての体が見えとるんや、と気がついて、嬉しくて喜びながら、夢のお告げに従って、この牛飼いについて行くと、西の方向に十丁ほど行くと、大きな胸門があった。門は閉じていて開かないので、この牛飼い、牛を門に祝えて、扉の隙間の人が通れないようなところから入ろうとする。男を引っ張り、お前さんも一緒に入れ、というので、こんな隙間からどうやって入るんや、と言うと、牛飼いは、文句を言わずに入れ、と男の手を取って引き入れると、男も一緒に入ってしまった。見渡せば家の中は大きく、大勢の人がいた。牛飼いは男を引き連れて、板敷きの廊下に上がり、うちにどんどん入って行くが、誰や、と言って咎めるようなものもいない。随分奥まで入ってくると、姫君が病気で苦しそうに伏せっている。枕元や足元には、使える女房たちが居並んでお世話をしている。牛飼いは男をそこに連れて行き、小槌をつかませ、この伏せる姫君の傍らに座らせ、頭や腰などを打たせる。するとそれに合わせてこの姫君が頭を振り立てて苦しみもだえる。これを見た両親は、この病で姫さんの命もこれまでかいな、と嘆き合っている。あたりを見るとお経をあげ、なんとかという尊い修験者を呼んでくると騒いでいる。しばらくするとその修験者が到着した。伏せった姫君の傍らに座り、般若心経をあげて祈ると、この男を感激して寒い時のように総家だった。一方牛飼い男はこの僧を見るや一目散に逃げていってしまった。僧が不動明王の光の呪文を唱え、伏せる姫君を火事すると、男の着物に火がついた。見る間に焼けてゆくので、男は声を上げて叫んだ。するとどうだろう、男の姿はすっかり見えるようになった。その時家の人々は、姫君の両親はじめ女房たちには、随分下賤な男が闇伏せった姫君の傍らにいるのに気がついた。びっくりしてとりあえずこの男を捕らえて引き出す。これは一体どういうわけや、と尋問すると、この男、事情をありのままに語ると、周りにいた人々は皆これに驚愕した。ところで男が姿を現してから、伏せていた姫君は、拭うようにすっかり病が癒えてしまった。一家の人々が喜ぶこと限りない。この時修験者、この男には罪があるわけではない。六角堂の観音のご利益を被ったものなのだ。従って早く放免してやりなさい。というので、人々は男を逃がしてやった。男は早速家に帰り、事情を話すと、嫁さんは驚きながらも喜んだ。あの牛飼いは、疫病神の使者だったのだろうか。誰かの呪いによって、この姫君に取り付いて悩ませていたのであろう。その後、姫君もこの男も病気にもかからず健康で過ごした。これは不動明王の
光の呪文の霊剣新たかなおかげである。観音のご利益にはこのような驚くべきことがあるものよ、と語り伝えられていることだ。村人は大勢で取り囲んで押さえ込み、男を縛り上げた。血まみれになった馬だけが宇治の大通りを疾走していたので、かなり危ない命拾いだったが、腰の傷が髪を振り乱して両手を血に染めた血に染めたね。とうとう医師もサジを投げたので、すごすごにんなじに戻って、あの鬼の空ごと空言なんだ空ごとをググった空言空ごと、何の根拠もない噂、実行できもしない無駄な言葉、嘘偽りだそうです。またしばらくすると塗り米の戸を三尺ばかり引き開けて、女がいざり出てきた。いや、古典は普段使わん言葉が多いから難しい。初めて出会った者の言うことに従うのだぞ。牛飼いは男をそこに連れて行き、小槌を掴ませ、